サフィール・オドリコのロゴマーク E261 軽電車は東日本旅客鉄道が保有する直流特急系電車である2020年3月14日より営業運転を開始した2021年には鉄道ともの会よりローレル賞を受賞した大宮駅で2020年3月撮影 JR 東日本のグループ経営構想部位から 限りなき全身のもと、観光流動の創造と地域の活性化することを目的として、伊豆エリアに向けた新たな観光特急列車、サフィール踊り子用の車両として導入された。トータルデザインは奥山清雪が率いる県奥山デザインが担当した。外観のデザインコンセプトは、伊豆の圧倒的で雄大な自然で、外装色のコンペキ色は、伊豆の海と空、白色は、 伊豆の砂浜が太陽の光を受けて金色に輝く様子。グレーは溶岩地形である城ヶ崎海岸の黒々とした岩石を表している。全車グリーン車で、そのうち1号車には JR 東日本発のプレミアムグリーン車、2.3号車にはグリーン個室、4号車にはカフェテリアを連結している。JR 東日本の在来線特急車両の グリーン車は255系以降4列配置が基本となっていたが、本形式では、グリーン車は3列配置、プレミアムグリーン車は2列配置となっている。車内チャイム、車載メロディ及びミュージックホーンは、すべて福島直哉作曲のオリジナルのものを使用している。車体はアルミニウム合金製で、中空押し出し型材を使用したダブルスキン構造を採用している。 側窓は、側面だけではなく、側天井部に天窓を設置している。側天井部の窓には、車高用カーテンを設置しないため、可視光透過率の低いガラスを使用している。トイレは2.35.7号車に、洋式便所、男性用証便所、洗面台を配置しており、このうち5号車の洋式トイレは、大型電動車椅子対応型となっている。全席にコンセントを配置している。 バリアフリーとして、5号車に車椅子対応座席を2席配置している。また、多目的室を配置しており、室内には簡易ベッドとして使用できる座席を配置している。座席は、バックシェル付きの電動リクライニング本側シートを1人用2席10列配置しており、シートピッチは 1250mm である。2棚の設置は省略して、座席下に荷物スペースがあるほか、 専用の荷物置き場を有する。座席は E5 系新幹線のグリーン車用を基本としたもので、高級感を持たせている。シートピッチは 1160mm である。荷棚はアルミフレームに強化ガラスをはめ込んだものとしており、天窓からの太陽光を感じられるようにした。室内の東京寄りには荷物置き場を設置している。個室は下田方面に向かって左側にあり、 海側の眺望に配慮している。オープンキッチンスペースと食事スペースから構成される。食事スペースは海側にカウンター席を8席、山側にソファー席を4人分2箇所配置している。日立製作所制、インタース車両情報制御装置には JR 東日本の在来線旅客車両で2例目となるインターースを搭載している。制御装置には 日立製作所製のフルシックモジュール適用の2レベル、方式 VVVF インバータ制御を採用した。各電動車ごとに制御装置を搭載する 1C4M 方式である。主電動機は E235 系と同様、MT79 系外線式全密閉加護形、3小誘導電動機を使用している。歯車比は1、5.65である。 制動装置は回生ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキ方式としている。直通予備ブレーキ、大切ブレーキ、そもそも速ブレーキ機能を有する。台車は軸量式、ボルスタレス台車で、動力台車が DT88、付随台車は TR272 となっている。製造は日立製作所。すべての台車にフルアクティブ動用防止装置及び、 溶断波がついている。先頭台車のみ駐車ブレーキを装備している。終電装置は上昇検知付きのシングルアーム方式であり、型番は PS33H としている。5号車の伊藤型のパンタグラフは予備として設置されている。補助電源装置はイベット素子を使用した大気二重系の静止系インバータである。形式は SC106A 型。 出力電圧は参照交流四百四十ボルト、定格容量は二百六十九馬である。空気圧縮機はメガヘルツ三千百三十 c 千六百0回形を採用しており、毎分と出容量は千六百 l である。a u 三百に a 型床た集中式の空調装置を各社に一台搭載している。冷房使用時は出力四十二キロワット、暖房使用時は 出力2 0ットのものとなっている。保安装置は ATSP-ATSSN を搭載している。また、デジタル列車無線、防護無線、EEB って装置が搭載されている。1から3号車は川崎重工業、4から8号車は日立製作所で製造した。8両に編成が2020年3月14日より営業運転を開始した。特急。 サフィール踊り子として東京駅新宿駅伊豆急下田駅間で定期列車1往復と臨時列車1往復が運転されている。このうちサフィール踊り子1号2号は定期列車として東京駅伊豆急下田駅間で運転されサフィール踊り子3号4号は臨時列車として東京駅伊豆急下田駅間で運転されサフィール踊り子5号は臨時列車として 新宿駅伊豆急下田大間で運転される。ありがとうございます。